スタート。自分の方に引いて、押して、そう、押すのが一番いいな。押して相手が戻ってきたら、そうね、まだ甘い、まだ甘い。この相手は強いぞ、この相手は強いぞ。どうやったら自分が天井を見れるか。相手の背中ちゃうな、自分の背中に相手がおのせとけるかね、畳に。ただ今の技も効かへんで、この相手強いからバレたで、他の技で、もしくは強い系の前に他の技かける。組み合わせ変えるね、組み合わせ。ちょっと足、あの血祭りに合いそうなので、やめましょう。ただ目に生まれてる。うまくはちょっと、あの毛が治らないんですか。ほんまにこうなりましたもん。その後やで、それ絶対あえて避けてくるから、それ見越した上で技かけてみ、避けられた後すぐ、そう、今の早いな、今の早い、やばい、今のはなかなか。ただ相手から肌マットがすごいとかベリーグッドって言われてへんから、まだ甘いってことや。おおとか言わせたら完璧。そうそう、相手動くねんで、そう、相手って動くねんで、この中でタイミング合わせて技かけなあかんねん。そう、これが柔道の一番難しいとこ。本当に強い相手とやるときって動くねん、その中で技かけなあかん。台風の中でも自分の技かける、そこでビビってあかんで、0で100、自分の方が強いと思って技かける、ビビってあかんで、フィニッシュの技まで、まだ終わってない。おー、そうね、最後までいこう。今ので3分戦ってる、3分。あと1回ないよ、今みたいな綺麗な。足止まってんで、動かせ。相手まだ動いてきた、この台風の中で。そう、この中で相手の足見て。これが本当のね、強い対決やね、強い相手戦の時、こういう状況になる。違う、もう違う。頑張れ、あと1回投げたら終わり。まだ甘い、そう、足かけんのまでは50点。相手がギョッとする技やで、同じ技聞かへん言うたやろ、同じ技じゃないことしなあかん。違うこと。その後、よいしょ、もう1回、その後でもう1回入れたら最高やったな。その後もう1回、その後、大外、それは良かった、今のは良かった、相手が鬼。ファイト、力だけになってない、0で100、スピード、力だけやったら相手バレてるで、スピード遅いから、スピード速かったらバレへん。よいしょ、はい、水分補給、水分補給いって。